コーヒーメーカーを受け取った部の次長をしてたのがこの白川智子氏でありますので、彼女はこのガサ入れが入った3月25日嘘800だと斉藤知事が会見をした、そこから4日後に辞めたいと言ってたんですけども、県民局長1人だけでは集めることができなかった事実なんです。いわゆる例えば昨日ホテルに行った知事がですね、白川智子さんにも話を聞きに行ってるんですね。県民局長が白川智子さんをかばおうとしたことは間違いないので、はい、 NHK をぶっ壊すということで、令和6年2024年の12月2日です。あっという間にね、12月ももう2日です。朝の10時8分ですけども、東京の裁判所前に来ておりますね。まあ昨日パソコンの第2弾っていうので中身出させていただきましたけども、まあね、中身見てもらえば分かるように私自身がこのいわゆる元県民局長のパソコンの中身にアクセスできることを皆さんにちょっと知ってほしかったっていうのがありますので、で出したまあ内容ですね、特に白川智子元職員、ですね、まあ彼女の名前と顔を出したのはやはりいろいろと物議があるかと思いますが、私が彼女の名前を出してですね、百条委員会に呼べばいいって、呼ばなきゃいけないって言ってるのは、彼女はただ県民局長と不倫をしてたわけではない、私は県民局長のメールの中身まで確認をさせていただいて、要は例の文章ですね、7項目における3月12日の文章について百条委員会は審議を問うてるわけですね。でこの文章を作ったのは県民局長1人、特段ですね、こうワードで作られているんですが、これをですね、中身を確認したところ、県民局長以外のものが、まあ、少なくとも作ったという、いわゆる複数で作ったものではないということは一応パソコンのその履歴からは確認が取れました。しかしながら県民局長が一人でですね、7つの項目、いわゆるオリックスと阪神のですね、問題であったりとか、その他ですね、まあ、文章にはコーヒーメーカーのことは出てなかったんですが、コーヒーメーカーを受け取った部の次長をしてたのがこの白川智子氏でありますので、要は7つの事項をですねばらまいたのは、これは県民局長で間違いないんですが、まあ、その後ですね、白川智子さんにも疑いがかかってですね、最終的には白川智子さんというのは3月31日で辞めたいと言ってたんですね。まだ55歳ですから定年退職じゃなくてですね、彼女はこのガサ入れが入った3月25日で、3月27日には例のですね、公務員として失格だ、嘘800だと斉藤知事が会見をした、そこから4日後に辞めたいと言ってたんですけども、しばらく調査が進むために3月31日ではなく4月の12日に辞めてる、10日やったかな。でこれは日経じゃなかったかな、どっかがね報じてます。白川智子さんは3月31日に辞めたがっていたけども4月に辞めたという報道がされてるんですね。ですから白川智子さん自体は別にメディアも隠してたわけじゃなくて、まあそこがこうなんていうのかな、強調されなかっただけなんですが、まあいずれにしてもですね、県民局長1人だけでは集めることができなかった事実なんです。でこの7つの問題については事実が9割なんですよ。で1割が嘘なんですね。でそのじゃあ9割が本当で1割が嘘だから問題ないじゃないかって、そういうことじゃなくて、その全体の9割は真実なんだけども重要な部分が嘘なんですよ。いわゆる例えば昨日ホテルに行ったは一緒で会ってたとしても、ホテルで打ち合わせをした、あるいはホテルでエッチなことをした、で大きく違うでしょ。要は令和4年3月25日、A さんと B さんはまあ、そのどこどこ出て、どこどこホテル、まあ、県庁出て2人でホテルに向かいましたね、それは JR 乗って向かいましたとか車に乗ってっていう文章のほとんどは正しいんですよ。でもそこで何をしたか、
打ち合わせを、仕事の打ち合わせをしたのか、エッチなことをしたのかの、この 10% が違うだけで重要な部分が変わる。その重要な部分が嘘なんですね。でもその嘘を本物にさせるためには、全体的に嘘を、この事実を散りまめないとですね、まずいっていうことなんで、要はやっぱ白川智子さんはこれ真実を解明するには、なぜ深くね交際してた県民局長さんがですね、このような嘘の文章を作ったのか、その動機や情報元についてはしっかり確認しなきゃいけないです。だから百条委員会はその少なくてもですね、すでに、ちなみに3月25日僕の調べでは県民局長のパソコンを押収しただけじゃなくて、このいわゆる知事側ですね、これは白川智子さんにも話を聞きに行ってるんですね。で、白川智子さんの目の前で、まあ、県民局長が電話がかかってきて、白川智子さんはそれをスピーカーフォンで調査してる人と聞いてると。で、その調査をしてる人たちがの前で、そもそも県民局長は最初1回目は否定したんですからね、俺はばらまいてないっつって。で、この白川智子さんに責任が及ぶのを嫌がって、私一人でやりましたっていうことで証言がそもそも変遷してるんですよ。ですから県民局長が白川智子さんをそのかばおうとしたことは間違いないので、百条委員会はこの文章の真偽を追及するには県民局長がどのような考えを持ってですね、特にコーヒーメーカーのところですね、まあこれコーヒーメーカーに関しては7つの文章の中には入ってないんですが、これがですね、本当に知事を貶めるですね、決定打になったところもあってですね、このコーヒーメーカーのことについては白川智子さんよく知ってると思います。で、あとはこの送り先、やっぱり丸尾真紀さんですね、この人は文章を持ってなかったんです、送られてなかったんです。ということは丸尾真紀さんもですね、ここまで色々と飾られているので、一度ですね、百条委員会の責める側じゃなくて証人が、なぜこのような行為したのか、丸尾真紀さんには文書が送られていなくて、竹内議員のところに送られているわけですね。そうすると竹内議員と丸尾議員の関係で言えば、竹内議員からそれもらうこともできたかと思うんですが、まあ徹底究明ということであれば、竹内議員、辞めた竹内議員や、丸尾議員も証人としてですね、百条委員会に出てくるべきだと私は考えています。で、そのようなことについてはですね、もうこれ以上今のところですね、裁判や警察からの要請にがなければですね、今のところこのパソコンの中身について私の方から言及することはありません。以上です。 NHK をぶっ壊す。